といえばニット皆さん着るんですが、今年は特にニットの当たり年だなと思ってます。ざっくりしたちょっと目の粗いものから、モヘアっぽいふわっと女性らしいものから、あとカラーのバリエーションも結構雑誌でテラコッタカラーなんていうのを今年よく聞いたかと思うんですけど、そういう新しい今年らしい色味のものもたくさん出ていて、それをうまく上手に取り入れてほしいなと思ってます。あとパンツ、ワイドパンツもね、だんだん浸透してきてますよね。春夏のガウチョパンツからちょっと丈が伸びて、もっとこうかっこよく女らしいシルエットのワイドパンツを、まあちょっとカジュアルにざっくりしたニットとワイドパンツで颯爽と例えば銀座の街を歩いてもらいたいなと